患者様とうまくコミュニケーションを取れるかがすごく不安だったのですが、施術者同士でたくさん会話をしたり明るい雰囲気で働くことができているため、患者様と話すときに不安なくコミュニケーションを取ることができて、今では楽しく明るい中働くことができていると思います。はい、私がスタッフ育成大事にしていることはマニュアルを用意しているんですけれど、そのマニュアル通りに教えるっていうのはもちろん大事なんですけど、そのスタッフとの対話というかコミュニケーションをとって、その子が何を考えていて何で悩んでいるのかっていうのをまず解消していく。その上でマニュアルを駆使してみんなにも同じようなことを伝えていくことによってレベルを均等化させていくっていうのもそうなんですけれども、その子の伸びしろをさらに伸ばしてあげるというのを大事にしています。そうですね、やっぱり素直でやる気がある人に入ってきてほしいなと思ってます。やっぱり治療の技術や、接遇は研修があるんで、みんなで協力し合って進めることができるので、やっぱり素直さと、やる気ですね、やる気がある人に入ってきてほしいなと思ってます。